二階堂進む、二階堂進む、二階堂進む、1909年、明治42年10月16日から2000年、平成12年2月3日は、日本の政治家。衆議院議員、科学技術庁長,長官、北海道開発庁長,長官、内閣官房長官、自由民主党総務会長、自由民主党幹事長、自由民主党副総裁などを歴任。 鹿児島県肝付郡高山村、現、肝付町出身。鎌倉時代以来の名家、二階堂市の出身であり、聖家、二階堂屋敷は、国の重要文化財で最後の居住者であった。旧聖鹿児島県立渋市中学校、現在の渋市高校を卒業するが、勉強が苦手で志望校をことごとく落ちる。1932年に、アメリカ合衆国に渡り、 南カリフォルニア大学政治経済科を卒業。南カリフォルニア大学大学院国際関係科に進むが、無理がたたって、肺結核にかかる。一時は死を覚悟したが、肺の病患部を切除するという当時最新の手術が成功し、回復。大学院を卒業する。日米関係が悪化する中で日本とアメリカの架け橋になろうとして、全米各地を遊説して回るが、 志差し中川のうちに1941年8月に、立田丸で日本に帰国、立田丸食中毒事件に遭遇した。帰国後は外務省に食卓として勤務するが、役所勤めは正に合わず、1942年の第21回衆議院議員総選挙に、大政翼賛回の推薦を受けずに立候補、日米平和などを唱えるが落選する。選挙後、 海軍報道部員や山本沙彦の秘書となる。戦後の1946年4月、第22回衆議院議員総選挙に、鹿児島全県区、大選挙区制から立候補し、当選する当選同期に、小坂全太郎、江崎雅美、小沢佐柄石井光次郎、坂田道太、水田美紀夫、村上、川崎秀次、原健三郎、井出一太郎、早川隆 中野志郎など、以後故郷の鹿児島3区を地盤とし、引退するまで16回当選を果たす、1955年の第27回衆議院議員総選挙からは14回連続当選。なお、同選挙区では後に、ミスター税長と呼ばれた山中貞則などと激しく争った。当選後の二階堂は、日本共同党結成に参画する。この共同党は、以後、 中間派の諸政党を休合し、共同民主党、国民共同党となる。その過程で、二階堂は、後年、田中角栄をめぐりたもとは勝つことになる、三木武夫と知り合う。その後、吉田茂率いる自由党に参加し、1955年の保守合同により自民党に参加した。自民党では、同じ吉田学校出身の佐藤栄作の側近として、 活躍し1957年には、橋本富三郎、愛知基一、堀茂、松来蔵らと共に、集団会、佐藤派を結成する。党内では、労働政務次官、衆議院建設委員長、商工委員長などを歴任。その間、田中角栄と商工委員長時代に面識を持ち、以後一本気な鹿児島男らしく、趣味は、田中角栄と公言するほど、惚れ込む。 1966年、第一次佐藤再改造内閣の科学技術庁、長官兼北海道開発庁長,長官として、初入閣。1967年の第二次、佐藤内閣で再任。佐藤派内で、田中要立に向けて、地方を固め、1972年田中派を結成する。年願の第一次、田中内閣では、内閣官房長官に就任。 内閣の大番頭役として政権を支え、田中首相、大平正義外相と共に訪中し、日中共同声明を発表する。第二次、田中内閣で官房長官に留任。その後自民党幹事長に就任し、田中内閣を最後まで支えた。1976年、ロッキード事件の過中で、灰色交換として二階堂の名も取り沙汰されたため、 表舞台から遠ざかる。しかし自民党の田中支配が進む中で、二階堂も復権を果たし、鈴木善光内閣下の1980年に、自民党総務会長、木曜クラブ、田中派会長に、1981年には再び、党幹事長に就任した。1982年、中曽根康弘内閣で、幹事長に留任するが、1983年の、 田中判決選挙で自民党が大敗した責任を取る形で幹事長を辞任した。この時出された中曽根総裁のいわゆる田中氏の政治的影響を一切排除するという声明は後に中曽根が当初は元ソフトに声明を出そうとしていたが二階堂の方から言い出したので驚いたと語っている。灰色交換と言われた二階堂であったが金集め自体は下手であり、 後には、無頓着になった。金銭面は、田中や竹下のボールが面倒を見ていた。田中派から竹下が派閥を割った時に二階堂派の人数が少なかったのはこれも影響している。1984年、自民党副総裁に就任。中村で再選をめぐり、これに反対する福田竹を、シャム総ー,ージと言われたほど仲の良かった。 鈴木前高前総理ら党の最高顧問に加え、公明党、民社党も関与する二階堂擁立構想が持ち上がる。二階堂自身も田中派内の総裁候補擁立の空気を背景に政権意欲を持つが田中の賛成を得られず断念した。この時会談した田中に幻の山崎主犯と冷やかされた上に、なぜ相談しなかったのかと言われ頭に血が昇って、 大劇論になったと、覚え書き、乱は、優さんにありにある。派閥前世時代の当時では追い出されても仕方ない、造反行為であったが不問に付されている。二階堂擁立劇は、結局、田中の指示を受けることができずに立ち消えになった。時を、同じくして体調が優れない、福永賢治衆議院議長の退任問題が、持ち上がると中曽根と、金丸らから、議長就任の話も出るが、 金の小坂徳三郎、また、田中の指示もあって拒否し、公認には、坂田道田が就任した。創生会結成から20日後に、田中が脳梗塞で政治生命を断たれると、田中派内で対頭した、竹下、金丸神羅創生会グループ派の主導権をめぐり、対立。1986年、総選挙で対象し人気が1年伸びた中曽根から、 再度議長を打診されるが誇示すると無約となった。1987年、竹下派の木曜クラブ離脱にあたっては、江崎、山下元里、小佐からと残留した。田中派と称されてきた木曜クラブは、以降、二階堂グループと呼ばれる。田中派の正当な後継者であると、自ら認じ、中村で後継の総裁選挙への出馬を検討したが、推薦人50名を得られず断念した。 1990年の総選挙で田中が引退し、二階堂グループも大幅に人数を減らしたため解散。同年春の叙勲で、君一等局実大受賞受賞。以降の二階堂は、党内での求心力も衰え、出番のないまま1996年に政界を引退する。1991年には、日本人で10人目の国連平和賞を受賞。 同年8月22日にメダルと感謝状が授与された。2000年2月3日、心不全のため東京都新宿区の病院で死去。のぶ、十二位。君一等局10日東華大受賞へ少女した。1970年代後半からアントニオ猪木の新日本プロレスにコミッショナーとして擁立され、たびたびプロレス中継に立ち会い人として登場した。当時は、 重鎮政治家がプロレスのコミッショナーを務める例は珍しくなかった。ちなみに、奥野は二階堂が翼山選挙に立候補した時に、鹿児島県総務課長として選挙運動を取り締まる側にいた。その彼のや体育大学設立にまつわる話を、後年文部大臣となった森吉郎が昭和天皇に相上したところ、天皇が、うんうん、二階堂か。 あれならやるなぁ。と漏らしたとされている。アメリカ留学中に覚えて、以来の浜木刀として有名だった。もともと吸い口を噛み破っていたが、ある時、新人議員で祖父の吉田茂譲りの浜木刀の麻生太郎にたしなめられ、その場で麻生からシガーカッターを送られた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。